ぱいにはなってないんだよ、うん、カリッ、もちっ、うわハウチハウチ、ナイスナイスです。はい、バンピです。どうもおはようございます、今ね、台北に来て2日目の朝、ここね、台北のアロフト中山の方に来ておりますけれども、ちょうどね、朝7時38分ということで朝食を食べに行こうと思います。それからね、ちょっとこれからシーメンとかの方に行ってみようと思います。それではレックゴー、海台湾レックゴー。それではね、これから台湾旅行が始まります。アンちゃんとの台湾旅行4泊5日楽しんでいきましょう。ハウチーナイスナイス。はい、バンピーです。そういった夜市の方、創業街夜市、美味しいの食べれるようですので、ちょっとね、そちらでも少しどういうお店があってあるのか皆様にお届けできればと思って胃袋を開けてまいりました。まいりました、はい、うん、それじゃあ朝市行きましょう。はい、昨日の土砂降りと違ってさ、もういいね。こちらの夜市、昨日来た夜市、創業夜市の方に来ましたけれども、やっぱり朝昨日と違って変わってるね、うん、変わってます。うん、あ、魚が、魚売ってんだ。あ、もう夜市がさ、なくなってるね。あ、こっちに何かあるんじゃない？こうやってバイク入っていっていいんだね、こういうところで。こっちは。あ、もう肉を売ってんだ。ね、豚のままし怖い。そのままなの。嫌だった。わ？何？なんて答えか。関東に何だと思う？関東にって何て書いてあるの？うん。肉まんかな。うん。あ、手で包んでる。うん。どう？あ、ここの屋台も、あ、これうまいよ、ネギ湯餅。これ買おうか。ネギ餅。買う？一つ。うん。ハムと卵、ハムと卵にする？ハム、これだ、これ2つ、はい、お金ある？うん、ハムが四角いんだね。このさ、ネギ餅のこの平ったいのをカシャカシャってふわってさせんだよね。シェシェ。シェシェ。谢谢。どれ？おいしそう。あったかいうちに食べましょうか。はい。それではネギ湯餅買って、ツンヨーピンってやつ。うん、それを買いました、はい。ちょっと食べてみてください。娘はこれで屋台で買って食べるの初めてかな。はい。うわ、うまそう。中に、卵と、ハム入れて、ちょっと胡椒振ってもらったね、タレと。はい、どうぞ。うん、どうすか。ちょっと食べさせて。じゃあね、このツオン曜日いただきます。カリッ、もちっ、ふわっ、
あ、うまい。ハオチーでございますよ。ハオチうまいな。うん、このハムの塩気ともさ、あ、もう食欲そそるよな、これが。これおそらくこれもう一人で食べたらお腹いっぱいになっちゃうよね。やっぱ二人でシェアできるからな、いいよな。もうほんとそう、台湾来て困るのが一つ安くて大きくてさ、お腹いっぱいになっちゃうのな。ハウチー、ナイスナイスです。うん、これ見てわかるかな、この餅のあれがパイ生地みたいにさ、もうふわふわになってんだよね、何層にもなって、うん、うまいよこれ、美味しいです。はい、ごちそうさまです。それではもう一品ぐらいね、食べれそうだから、なんかスープか麺かいただこうかな。これは何だろう、ここも麺かな。うん、ワンタン麺、ワンタン麺一つ、うん、ここで食べます。うん、食べます。スモール、スモール、うん、今ワンタン麺の小さいのこれもらいましたね。70元だった。あ、シェシェイシェシェイ。おー、すごいね。はい、はい、このね、白もうあっさり系の感じで、野菜とね、それからワンタン、はい、とね、この日本のさ、ちょっと平うどんの細いやつ、うん、いただきます。じゃあまずはね、スープからいただきますよ。スープから、うん、あっさり、あ、塩味のちょっと鍋の時のようなさ、鍋をした時のようなあっさりスープだ、うん、もうほんとあっさり。あ、優しい味だわ。で、ちょっと待って、野菜は普通の野菜普通で、ワンタン、ワンタンプルプルよ、ほらちょっと見てわかる、プルプルワンタン、いただきます。うん、スープがあっさりしてるから、もう肉のうまみのワンタンがすごい濃くてうまいわ。これこのスープだから合うんだな、このワンタンが。じゃあちょっと麺をいただきましょう。いただきますね。もう普通にあっさりよ。あっさりスープ飲んでみる、スープ、ワンタンも、あっさりでしょ、ワンタンは、うまい、うまい。うまいや、これ入れてみようか、これ入れてみよう、ちょっとこの辛味噌も、なんか、なんだろうこれうまいわ、この辛いのうまい。あ、スープはまるっきり味変わってうまくなった
最後の一つね。ごちそうさまでした。うまかった。片そうか。谢谢。ごちそうさまでした。谢谢。うまかった。はい、ここのね、ここで食べました。ハオチーだった。あっさりで、あっさりうまかった。なんかあれ、タレをどんどんあっさりで、もうそのままだと本当に味の薄いあっさりのスープなんだけど、なんかある調味料を入れていくとどんどん味変できる。ネギウモチでちょうどいい腹の量になったね。おパパちょうどいいわ。うん、ホテルのご飯も。あれショーだよね。びっくりした。ちょっとちょっとに。どこにどこに。市場だからね、こうやって肉もある。豚の足が出てきた。あ、なるほど。やってるのね。豚の足が出あった。このひずめの感じ。じゃあパパ食べてあげるよ。一口。じゃあ最後のね、このネギ餅一かけ。うん。香く。ごちそうさまでした。まあこんな感じで、ちょっとホテルご飯の、あの朝食は軽めにして、近くにね朝市があるんだったら、またそこでね、この台湾の朝市のご飯なんかも食べてみるといいんじゃないでしょうか。まあね、本当に旅行来るとホテルの朝ごはんも楽しみだし、分かるんだけれどもね。どうだった？美味しかったね。まあそうやって、台湾の朝市チームと、楽しめるとね、いいんじゃないでしょうかね。それじゃあね、アロフトの方に戻りたいと思います。はい、バンピーです。はい、今ね、時間が9時19分というところですね。はい、で先ほどね、朝食を済ませました。まあその中で、これからね、バンピーに泊まってるアロフトホテル中山のところから、近くにね、商売の神様の、行天宮っていうね、そちらがありますので、行天宮に行ってね、ちょっとね、あのバンピーね、フードデリバリーの配達員をしておりますので、このね、日本のデリバリーが爆なりになりますようにって、オーダーいっぱい入りますようにって、ちょっと祈願をしてこようかなと思います。はい、でちょっとね、収入も増えるといいかなと思うんだけど、これ登っていかなくていいのかな。はい、じゃあね、このままもうホテルの道から1本まっすぐ5分10分行くだけで着くと思います。どこ。いつも思うの、この歩くのがかわいい、この信号。ここはね、台北市立新興国民中学校って書いてありますね。中学校かな。でここは何だろう。あ、ここもスクールかな。ここも学校っすね。結構学校が集中してるんだね。学校だってここ。でこっちも向かいもこう中学校。エレメンタリースクールだ。小学校。すごい。なるほど、小学校と中学校だね。はい、それではね、そちらが行天宮になります。関羽が祀られているということですね。はい、それではね、行天宮はこちらですね。あの中にカメラ持ち込んで動画の撮影はダメだっていうことでした。写真ならいいっていうことだったんですけれども、それでね、ちょっと今外から動画で撮っております。はい、でこの行天宮は関帝廟で、で祀られている関帝は三国志にも登場する三国時代の英雄関羽だそうです。はい、でこの関羽は類稀な武将で、武神として祀られているが、神謡の神、
すなわち商業の神様としても信教されているということですね。それは裏切りが日常の中国の武将の中で最後まで節を曲げず劉備に忠誠を尽くしたためであるというふうに言われています。漢は一介の武将であったが宋代にその忠誠が称えられ、帝の称号を授けられたということですね、はい、以後漢帝もしくは漢聖帝と呼ばれ広く信仰の対象になったということです、はい、ということで、バンピはね、デリバリーの配達の仕事もしていますし、まあ、YouTube の方もやっていますのでそちらがうまくいきますようにということで、うん、お願いをしてまいりました。ここの熟成紅茶屋さんがすごく美味しいよって教えてもらったんで、うん、行きましょう。これ買う。そうだね。あ、日本語メニューある。あ、日本語メニューくれましたね。コーヒー紅茶、桃紅茶とかなんだね。ピーチティーみたいな。ピーチティー？オッケー。はい。じゃあM と頼んで、それの M。M サイズ。で、ピーチ。はい。ということでね、今、あんちゃんにやってもらいましたけど、このね、熟成紅茶屋さん、これめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。昨日ライブで教えてもらったんで、はい、買いました。私が熟成紅茶。うん。ほんで、娘のあんちゃんがピーチティー。ピーチティーよかったのね。はい、へぇ。みんな、あ、来た。オッケーオッケー。うん、じゃあこれ買いましたのでいただきます。これめちゃくちゃ有名だってよ。おお、うん、どうですかあんちゃん。うん、美味しい。うまい。熟成紅茶の方ね、いただきますね。熟成紅茶、熟成紅茶いただきます。紅茶の香りがすごっ。あの、私が今まで飲んでる紅茶の香りのやり、もう一段香り高い。渋みもあるからこの甘いのがね余計ちょうどいいんですよ、うん、ちゃんとしたあの紅茶だねこれ。ちょっとそっちの桃飲ましょう。じゃあちょっとあんちゃんの桃の方いただきます。あんちゃんの桃ね、すっごい桃の香りがうまい。美味しい、めっちゃうまい。あ、これおすすめですわ、うん、この熟成紅茶、うん、これこの熟成紅茶ね、おすすめです。はい、それではね、今、行天宮からライブやりながら帰ってきてホテル着きました。じゃあね、このままちょっと準備して、うん、シェラトン台北の方にね、チェックインするためにちょっと荷物準備片付けていこうかと思います。娘との台湾旅行はまだ始まったばかりです。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。